地の利を頼み山中に引き込んだのは悪くない。だが戦力を分散させすぎだ。おとなしく投降しろ。その上で言い分があれば聞こう。たとえ火がこちらにあったとしても、武を持って我を通そうとすればそれは間違いなく悪だ。ここまでさせておいた側が言うか。ならば問う。なぜ貴様らはあのようにアクラスな領主を野放しにしている。言い分を聞くというが、俺たちがこうして立ったことこそが民の声であるとなぜわからぬ。まずあの悪漢を処分した上で話し合おうというのが筋であろう。それでことが済めばそうもしよう。しかしそれで根本が解決するのか。それは単にお前たちの気を晴らすだけに過ぎない。口では何と言っても所詮は貴族、奴らの仲間ってことか。だったらまずは貴様からだ。お待ちなさい。ビュッセル家の兵よ、まともに戦ってあなたたちに勝ち目があるわけないでしょう。それよりもあなたが隊長さん。私はラディフォール・フォン・ビュッセル。あなたのような女性がなぜ反乱軍などにいるのですか。それって私のことを気遣ってくれているのかしら。気遣ってもらえるのは嬉しいけど、お気遣いなく。私はシェルファニール、彼らの相談役といったところかしら。ならば彼らを説得してほしい。戦いとなればこちらも手を抜くわけにはいかない。そうでしょうね。でもね、彼らにも戦わなければならない理由はあるのよ。知ってる？あの内乱のせいでこれまで五部だった税が七部の税に上がったことを。なんだって。租税は通常は最大でも三部、非常時に限り五部と決まっている。それも期間を設けて行うと決められているはずだ。おめえではね。けれどそれぞれの領地で何をしているかなんて真剣に調べたりはしないでしょ。しかし領主には報告する義務があり、虚偽の報告をすればそれは大罪となる。それでも虚偽の報告をするなど。バレなければいいんでしょ。今の王は幼く、事実上貴族が国政を取り仕切っているじゃない。仲間内で隠し事をするなんて簡単でしょ。それはだが。だから見逃してくれない？それはできない。それとこれとでは話が別だ。反乱を見逃せばそれに続くものが必ず現れる。戦となれば犠牲になるのは罪もない民たちだ。それだけは絶対に避けねばならない。俺が間を取り持つ。話し合いの場を用意すると約束しよう。だからここは武器を置いてくれ。そうは言われても一度振り上げた手を下ろすのは案外難しいものよ。どうあっても戦うというのか。無用な血を流すのはお互い望まないことでしょ。だから代表戦というのはどう？困った時の対象頼みってやつか。まったく懐かしい響きだね。いいだろう。こちらが勝った時には素直に剣を置いてもらう。私どもが勝ちましたら、そうね、こちらに手を貸してもらおうかしら。ちょっと何よそれ。全然割に合わないじゃない。いや、その条件でいい。その代わり約束は必ず守ってもらおう。あなたもね。もちろんだ。ビュッセル家と父レオンハルトの名にかけて誓おう。ラディウス、なんで勝手なことばかり。勝手なことだとは重々承知している。だが
これ以上の方法が思い浮かばない。それに父の名を出した以上、後には引けない。もう好きにすればいいでしょ。それじゃシェルファン・ニールちゃんのお手並み拝見といきますか。準備はいいかしら。派手に決めるとしようか。敵を包囲し殲滅する。行くぞ。遅れるな。終わらせるぞ。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。通る。
派手に決めるとしようか。楽しませてちょうだいね。滅する。敵を包囲し、殲滅する。行くぞ。遅れるな。わしのために、しっかり働いてもらってするかの。俺の出番ってか。派手に決めるとしようか。そこはダメ。邪魔をするな。やあ、己の憎しみに焼かれよ。ダメ。死ぬ。
遅い。そうだ。そこは。そうだ。行く。そこはダメ。踊るなよ。うん。ぬりゃ。そこはダメ。あ。うん。遅い。そう。諦めな感じ。よね。これは通過点に過ぎない。なすべきことはただ一つ。俺はただ…いや…イケてる男は違うだろ。約束だ。武器を捨て投降してもらう。その女が勝手にしたこと、俺はそんな約束をした覚えはない。ここまで定石通りとはむしろ気持ちのいいくらいだな。あなたたち、みっともないことはおやめなさい。偉そうに抜かすな。よそ者のくせに俺たちの問題に首を突っ込むな。だったら好きにするといいわ。けれどあなたの腕じゃ一言も打ち合わずに切り捨てられるわよ。それでもいいなら止めないから。あなたたちもよく聞きなさい。こっちはただの寄せ集め。本気になった軍相手に勝てると思っていたの？話を聞くと言ってくれているわけだし、ダメでもともとだったのなら少しでも分のいい方にかけなさいな。私どもを自分の家にかくまってくれるということですし、悪い話じゃないでしょ。え、何それ、誰もそんなこと言ってないわよ。ただでさえ微妙な立場なのに、そんなことしたら私たちが目をつけられるじゃない。いいだろう。その代わり武装解除はしてもらう。当然そのつもりよ。なんでそんな大事なことを勝手に決めるのよ。もう信じられない。エリスよ、お主の嘆きもわからぬではないの。ここはラディウスに利がある。冷静に考えるんだ。捕虜にしたとはいえ、このまま反乱軍を引き連れてグルグンドへ向かうわけにはいかないだろう。自分たちの命を狙った相手が近くに、それも退去していたんじゃ気持ちのいいわけがないだろう。ここにおる者どもも全てがこの決定に納得しているわけではなし。どんな間違いが起こるやもしれん。どちらも身の危険を感じれば戦わざるを得まい。それだけは避けなければならぬのじゃ。そんなこと分かってるわよ。でもエリスはラディウスが可愛くて仕方ないんだろ。何せレオの子供だからね。そんなんじゃないわよ。もう勝手にして。あまりエリスをからかうものではない。あれで責任感の強い娘なのじゃからな。ごめんなさい、私たちのせいで彼女を怒らせてしまったみたいね。気にしないでくれ。エリスなら理解してくれているさ。下山したら隊を分ける。バシタール、兵と彼らを引き連れ戻ってくれ。シェルファニール、そちらの代表を出してくれ。俺と一緒に来てもらう。そういうことだったら私が参りましょう。男性よりは女性の方が扱いはいいでしょうからね。しかしそれでは。
彼らを煽ったのは私ですもの。当然でしょ。それにお城がどんなものか見物もしてみたいし。バシタール、後を頼む。わかった。それでは参りましょう。